僕らの別荘。あの川口春奈いるじゃないですか、女優の。山口明奈。川口春奈。今これ川口春奈って言ったの。山口明奈。川口男優の女優の男優の山口明奈さん。なんで逆にしてくるの。俺が言ったこと。え、女優の川口春奈さんの。短崎県出身の。長崎県だ。長崎県。長崎県ね。短崎県出身の、うん。長崎県か。あ、違う。そうなん、知らんけど。一等列島。1なん5の逆一等列島出身のいいえ五島列島なのか知らないけど山口明奈さん。いや違う、その普通に YouTube で見てて、あ、ニコニコ動画YouTube 山口明奈のニコニコ動画見たの見ねえよそんなの。川口春奈の YouTube 以外見ねえよ。山口明奈のメソメソ写真じゃないニコニコ動画見たの。そこの逆、そこの逆 YouTube じゃなかったの。なんで YouTube ズリーだろ、もう一個先メソメソ写真メソメソ写真見てたの。見てて、見てないもんね、逆を見てて見てるんだよ。なんだよ山口明奈のメソメソ写真見てないよ。見てたな、そうだった。変わってるね、お前。それが可愛かったからしたいだけなんだよ。一番好きな映画教えて。一番好きな映画、あ、まあ、海町ダイアリーとかじゃないですか。あー、山村 Vlog ね。いや、Vlog だ。ダイアリー、日記の逆は。Vlog なん。Vlog だよな。うん、冬穂が出てるし。タコだよ。夏と書いてたけど、タコ。冬穂が出てるやつね。パッとしない名前だな。あと、あの、広瀬アリスが出てるんですよ。広瀬すず。広瀬とかにしてくれよ。広瀬アリスが出てる。お姉ちゃんの逆とかじゃないの。違うの。セマセとかで楽しんだ。そうせなら。好きなテレビ番組ない。好きな番組、まあまあ終わっちゃったけど、やっぱいいともとかじゃないですか。ああ、ダメだよ。ダメだよ。いいともの逆、ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ、なんか。年一とか別に。年一とか、ね。いやいや、毎日やってたね。特番は時々やってたけど。和義森田ビニッツね。森田和義アワーだ。和義森田ビニッツ。あの、昔レギュラーでさ、あの、負けまたさん出てなかった。勝又さん出てたの、勝又さん。勝又さん。年中長ズボンのさ。半ズボン。もちろん半ズボン。オレンジレンジの曲でもあったでしょ、勝俣さんの半ズボンみたいな。ピノキオが嫌いすぎて長ズボンだったんだ。脳トレしてんの全部逆にして。好きなアーティストは、好きなアーティスト、まあまあミスチル、ミスターチルドレン。俺はミセスアダルト。ミセスアダルト、熟女じゃん。ミセスアダルトだよね、既婚者の熟女。一番好きな曲は、一番好きな曲は、まあ、うん、抱きしめたいとかですかね。手放したい。ミセスアダルトで手放したい。手放したい。売れるか、その手放しい。山口君、あの、メソメソ写真じゃない。ニコニコ動画みたいな。